コク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 、目標を達成しました。よし、目標達成。テンペストもだいぶ大きくなったな。この世界に転生して一人ぼっちだったのが、今では一国の名手、ガゼル王、魔王ミリム、ユーラサニアの魔王カリオン、王たちと交流してるのもよく考えたらすごいことだな。そういえばミリムとの約束を忘れてたな。カリブディス戦でも助けてもらったし、急いで武器を作らないと。国の拡張と整備ありがとな。すごくいい、さすがだ。気が自賛だが満足な出来だぜ。だな、みんなも手伝ってくれたしな。そうだよな、みんながテンペストに愛着持ってくれてるのが分かって俺も嬉しい。それで工事が終わったばかりで言いづらいんだが。おう、どうした？怪人たちにお願いがあるんだ。ミリムと約束した専用の武器を作ってもらいたいんだが。ミリム様の武器か。大きな方向性としてミリムの強大な力を抑えるものを作りたい。できるか？そうだな、魔法に刻印魔法を使えばなんとかなるかもしれねえ。高い耐久性が必要ってんでリムル様が素材を調達してくれたやつだべな。調達してくれた素材だけじゃダメそうだ。だがこれに見合う良質な魔法が必要になる。良質な魔法か。ガビルがポーションの素材を探してた時に北東の荒野で見つけたとか言ってたな。北東の荒野、カリブリスとの戦いの場か。戦後の調査を兼ねて探しに行くか。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムル様、リムル様、リムル殿。ダンマ、リムル様。能力の上昇率を開示します。コク、自動編成を実行しました。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。アイシクルスピア。愚か者め、リップストームカノン。これなら十分喜んでもらえるかも。よし、完璧だな。何かあるみたい。使えそうだね。僕だってあの人のように。さあ集いなさい。ここからだ。いや、決まった。下がります。行きます。せいやせい、オーガフレーム、ここです。いやせいこれ以上はない結果ですね。あれは何でしょう。これは使えそうですね。これは使えそうですね。
を発見しました。オーガフレーム、まだまだです。遅いよ。まだです。いや、ここです。あとはお任せします。アイシクルスピア、終了します。ふむふむ、結構調子いいな。コック、強敵を発見しました。うりゃ、そりゃ、愚か者め、目標達成。お待たせ怪人、マコ取ってきたぞ。ありがとうよ旦那、これだけあれば十分だ。早速取り掛かるべ。弱体化の機能は減速や脱力、もろもろの効果を刻んで裏にでも忍ばせるべか。耐久性は素材頼りになるんですかね。見た目はどうします？ミリム様が気に入るデザインとなると。うん、話が盛り上がってきたな。ここは任せて帰ろう。よし、頼んだぞ。できたのか？ああ、できたよ。約束してたミニム専用の武器、ドラゴンナックルだ。気に入ったのだ。さすがモブたち。大事に使ってくれよ。ドラゴンナックルでミリムのパワーを抑えることができた。これによりミリム相手に訓練ができるようになった。これでテンペストに不足していた強敵との戦闘経験、技術を鍛えることができるようになる。とはいえミリムの力は10分の1以下でも計り知れないのだが。一度ブルムンドへ帰ります。テンペストと友好関係を結べるよう国王をはじめ貴族らを説得してきますよ。そんなことできるのか？何、奴らの弱みを握っているのでね。どうとでもしてみせますよ。脅迫？いやいや、説得だ。俺たちはブルムンドまでお供してきますが、その後はこっちに戻っても。ああ、
構わないぞ。気をつけて行ってこいよ。行ってきます。旅立って間もなく、ヒューズから手紙が届いた。ブルムンドとの交易を軽くだが始められるようになった。正式な国交を結ぶのは後日ブルムンドに行った時になるが、小規模な交易をする分には問題ないという証書が同封されていた。根回しが済んだというのは本当だったようだ。ああ見えてかなり仕事ができるやつだったみたいだ。カリブディス襲来の時も逃げないで見届けてくれた。本当にいいやつだ。流れて思わず元人間だとバラしてしまったが後悔はない。協力してくれるフューズの顔を潰すわけにはいかない。ブルムンドとの交易を成功させるためにもいい素材を集めてくるか。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リグルド、ブルムンドとの交易用に素材を集めてきた。最初は小規模だが、うまく軌道に乗せられれば流通量が増える可能性がある。骨を折ってくれたフューズのためにもブルムンドとの友好関係は良好にしておきたい。リグルドもそのつもりで頼む。承知いたしました。このリグルドにお任せください。リムル様、ガゼル王から書状が届きました。ドワルゴンには後日改めてカリブディスやミリムの件を報告することになってるんだよな。そうか、なんだって？は、リムル様を国賓としてお招きしたいという正式な招待状です。国賓待遇。貴殿を国賓として正式に招きたく、両国の友好と発展を願うものであるか。リムル様には当然の待遇です。しかし国賓とかちょっと大げさじゃないか。粗相があったらそれこそ大事になるってことだしな。あ、外遊のスケジュールに俺の演説が入ってる。諸外国に対してアピールでやってくれるのは助かるけど、ドワルゴンの国民の前での演説って、あ、これって別に俺じゃなくてもいいんじゃ。リグルドとか。ダメです、リムル様なら大丈夫です。ただ失礼のないよう今から準備を始めますね。わかった。腹をくくるか。招かれて断るって選択もないからな。ドワルゴンとは良き付き合いが続いております。きっと実りある訪問になるでしょう。そう願うよ。ドワルゴンにはシュナと里帰りを兼ねてカイジンたちを連れて行こう。はい。え、なんでシオンが返事を？え、私も一緒に。いや、シオンは留守番。どうしてですか？シュナ様だけリムル様と旅行なんてずるいです。シオン、旅行ではありません。これはテンペストの対外政策、仕事なんですよ。ずるいです、ずるいのです。私を置いてくとおっしゃるなら、私はあの後泣きわめき暴れるシオンを見て、置いていったらリグルトたちがかわいそうなので連れていくことにした。まあシオンも黙っていれば美人秘書だし、俺が見張っていれば壮大惨事にはならないだろう。ドワルゴン訪問はまだ先のことだが、それを考えると胃が痛い。そういやサラリーマン時代も大勢の人前での挨拶は苦手だったな。現在国交のある国は西にブルムンド王国、北は武装国家ドワルゴン、南の獣王国ユーラザニア、天木国アンゲルスとは国交はないが、魔王カリオンとは近いうちに話すことになりそうだ。アンゲルス国への対策も兼ねて南の警備をしておくか。リムル様、ホビオがテンペストに向かってきています。自分に気づき声をかけてきました。ホビオが？
ユーラザニアの使者として改めて面会を求めております。カリオンさんとの約束についてかな。よし、通してくれ。体の調子はどうだ？カリオンさんの一撃はだいぶ痛そうだったけど。はっ、お気遣いありがとうございます。もう完全に治りました。ふむ。で、今回はどうしたんだ？ユーラザニアの使者としてカリオン様の書状を持ってまいりました。本来は私が使者となるのは不適切ではありますが、汚名返上の機会も兼ね、何としてもリムル様にお会いしたく、カリオン様に無理を言い使者にしていただきました。おお、そうか。リムル様、こちらカリオン様からの書状になります。カリオンさんからの書状か。互いの国から使節団を派遣して国交が有益か見極めようではないか。うむ、これには俺も賛成だ。早速使節団を派遣する準備を整えるとカリオンさんに伝えてくれ。かしこまりました。カリオン様もお喜びになるでしょう。ではその旨伝えに戻ります。ああ、よろしく。それではリムル様、失礼いたします。前とは打って変わった陰銀な物腰。カリブディス戦でテンペストの印象が良くなったのかもな。ユーラザニアへの使節団の団長はベニマル。その補佐としてリグルに任せようと思う。ベニマルとリグルがユーラザニアに行くんですね。私はリムル様のおそばにおりますよ。リグルにそんな大役を。リムル様、ありがとうございます。テンペストとユーラザニアは互いに使節団を派遣することになった。国交が本格化し、いよいよ国らしくなってきた。これからは政治的な駆け引きなんかも必要になるだろう。ああ、胃が痛い。胃袋は無尽蔵なんで気のせいなんだけど。二人ともユーラザニアに使節団を派遣することは知ってるだろう。その団長をベニマルに頼みたい。はい、お任せください。ユーラザニアは興味ありますね。しかと見極めてまいります。リグルは補佐として同行し、みんなを取りまとめてもらいたい。見聞を広めてきてくれ。いい点はどんどん取り入れたいからな。はい、心得ました。使節団で向かうとなると、やはりそれ相応の贈り物を用意しなければなりませんね。そうですね。ユーラザニアでは農業が盛んで、特に様々な果物が特産品だと聞いています。獣人族中心のとりわけ強さに重きを置く国ですな。となると他では手に入らない武器とかか。今から怪人たちに頼むとしても素材がまず必要だな。ベニマル、リグル、素材集めに付き合ってくれ。はい。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リムル様、素材はこれだけあればもう十分じゃないですかね。そうだな。ま、これくらいあれば十分か。ベニマルとリグル、二人でこの素材を鍛冶屋に持ってって、カイジンとクロベイにユーラザニア用の贈り物の作成を頼んでくれ。承知いたしました。あ、先ほどミリム様が探しておられましたよ。ミリムが？なんだろう。コック、新たな目標。気合い入れていくか。今日も豊作だな。リムルさん。リムル様。コック、リムル、このドラゴンナックルを使いたいのだ。
戦闘訓練をするのだ。リムルは強いが、その強さを生かす技術はまだまだ。その点では白狼の方が上だぞ。早く戦闘訓練をするのだ。この世界は戦いで物事が決まる場合が多い。これはミリムなりの優しさだな。わかったわかった、準備をするからちょっと待っててくれ。ミリム、ごめんごめん、お待たせ。遅い、遅すぎる。マブダチの私をこんなにも待たせて何なのだ。本当にごめん。マブダチのミリムが相手なんだから最高の準備をして万全にしたかったんだ。最高の準備？あ、いや、待たせすぎなのだ。さすがにそんなすぐ機嫌は治らないか。よし、訓練前に腹ごしらえに行くか。リムルよ、昔と違うのだ。食事で私を釣ろうなんて甘いのだ。そっか、残念。食堂で今日限定の人気メニューがあったんだ。早く行かないとなくなるけど、訓練が先か。限定？人気？なくなる？先にそれを言え。リムル急げ、食べたらすぐ訓練なのだ。ふぅ、機嫌を直してくれてよかった。さあ来るのだリムル、訓練開始なのだ。ああ、行くぞミニム。こう、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。よっ、そりゃあさあさあ、撃てるのだ。だけじゃ手番だ。オートバトルモードへ移行します。撃てるのだ。オートバトルモードを終了します。よっ、いくぞ。とっておきなのだ。ドラゴンノバー、とっておきなのだ。お見通しなのだ。それで決まりだ。食らいつくせ、グラソニー。トン、こんなもんかな。暇なら遊んでほしいのだ。撃てるのだ。余裕。そりゃアイシクルスピア、そりゃ邪魔なのだ。それ、邪魔なのだ。くん、邪魔なのだ。だけじゃ出番だ。オートバトルモードへ移行します。で弱体化してこれか。スタミナの差もでかい。魔王、侮るべからずだな。うん、なかなか良かったぞ。リムルが魔王になると言い出しても私は反対しないのだ。ならないって。少し休憩な。何？まだまだ。シュナが弁当作ってくれたんだよ。休憩なの？なあ、お前ってさ、家族とかはいないのか？ずっとここにいるけど心配してる人とか。私の世話をする者たちはいるぞ。でもあの者どもは心配などしておらぬのだ。私は最強なので
心配すら恐れ多いと思われているのだぞ。だから私の友はお前一人なのだ。俺一人。そうだな、これからもよろしくな、ミリム。もちろんなのだ。目標を達成しました。よし、目標達成。リムル、お腹が空いたのだ。ご飯、ご飯。飯だったら食堂で、その後話があるのだ。なのでみんなと一緒にご飯が食べたいのだ。話？わかった。とりあえず飯だな。急いで食材を揃えてくるよ。シュナ、ミリムに特別おいしいものをご馳走してやってくれるか？はい、リムル様、お任せください。私の間、さよならだな。おい、それってマブダチよ。私は仕事に行ってくる。仕事？今からですか？突然だな、おい。まあこれで会えなくなるわけでもないのだ。しばしの別れなのだ。他の魔王たちにもこの地に手出しせぬようにきちんと言い聞かせておくから安心するといいのだ。他の魔王に会いに行くのか？うむ、仕事だからな。騙されないように注意しろ。騙されないでくださいね。騙されちゃいけませんよ。ミリムさん、騙されないよう気をつけてくださいね。ミリム様が騙されませんように。みんな心配性だな。私は賢いから騙されたりしないのだ。うわでは行ってくるのだ。おい待て。って言っちゃった。羨ましいくらい自由ですね。でもミリム様らしいですわ。次に会える時が楽しみです。騒がしかったが、いなくなると寂しいもんだな。ああ、ミリムが帰ってきた時にふぬけたなんて思われないように、俺たちも鍛えて国を成長させないとな。ミリムという強者がいなくなったことで、ベルドラの力を狙っていた敵が動き出す。そのことに俺はまだ気がついていなかった。リムル様、アンゲルスを調べてまいりました。わかった、中で話を聞こう。アンゲルスはどうだった？国の発展度はドワルゴンなどにははるかに及ばないものの、規模を考えますと十分栄えていました。ただここ数年、教祖アンゲルスが国王になり、他国への対応は大きく変わったようです。もともと他国との国交はあまりなかったのですが、ここ最近では他国の情報を排除し、より情報統制を徹底しています。国民の様子はどうだ？国民は一見幸せそうですが、感情が欠落しているようで、物事の判断能力が欠如しているように見えました。洗脳みたいだな。しかしよくそんな国に入って調べられたな。軍が国境で警備をしていましたが、潜入するのはたやすいことでした。そしてここからが問題なのですが、教祖アンギラスはテンペストに神の力が埋もれていると吹聴しています。それに伴い、
テンペストとの戦争を国民は意識しつつあるようです。なるほど、これは対応を見据えると戦争になりかねないな。アンギロスの商人クマルと話がしたい。ただ今はユーラザニア、ドワルゴンとの関係において重要な時期だ。大事にならないようにクマルだけをここに連れてきてくれるか。たやすいことです。頼んだぞ。これはこれは、ただの商談という雰囲気ではなさそうですな。分かっているなら話は早い。お前の国アンゲルスと教祖について聞きたいことがある。そろそろその話が来る頃だと思っていました。こちらを、国王である教祖アンゲルス様からの親書です。親書？随分準備がいいな。国王である教祖アンゲルス様は国の代表としてリムル様に正式な面会を求めています。アンゲルスは国家として他国から認められているわけではありませんが、国家元首として対等な面会を望んでいます。直接の対面を望んでる？交渉の場で仕掛けてくるつもりか？リムルさん、危険です。絶対に何か仕掛けてくると思う。警戒するお気持ちはわかりますが、今回は本当の顔合わせなのでご心配なく。アンゲルス様はかなり慎重なお方で、ご自身の目で確認したいだけなのです。お前の言うことが信じられればな。はっきり言って今の段階ではアンゲルスを信用できない。だがお前に悪意を感じられないのも確かだ。クマル、お前の魂胆は何だ？答えによってはただでは返しませんよ。まあまあ落ち着け。不審に思うのもごもっともです。私はアンゲルスに属し、教祖の命令のもとテンペストの調査を行っていました。国交を持ちかけたのもそのためです。初めからリムルさんを騙すつもりで？そう受け取られても仕方がありませんが、こちらも仕事なので。ですが見てきた分、テンペストの魅力も知っています。私はこの国が好きですよ。だから敵対関係にはなりたくない。むしろこの国の発展を願っています。嘘はないように聞こえますが、私が自由な身なら移住したいと思っているくらいです。ですが受けた仕事は完遂するのが私のポリシー。ここで得たリムル様やテンペストの情報は全て教祖に報告しています。敵は敵か。情報が全て筒抜けだなんて。確かに仕事にこだわりがあるからといって許されることではない。リムルさん、クマルを返すのは危険です。確かに捕らえられても仕方がないですな。だがこれも自分の仕事をした結果、後悔はありません。悪いやつじゃないと思うけど、このままってわけにはいかないよな。今後クマルを含むアンゲルスの商人全てはテンペストへの出入りを禁じる。承知しました。面会の件はいかがしますか？教祖アンゲルスには一度会っておきたい。テンペストでなら会うと返答してくれ。ということは私の身は解放されるということで？お前を今捕まえても利はないからな。それにテンペストを好きだという言葉は嘘には思えなかった。なので今回は放免する。ありがとうございます。教祖アンゲルスはどんな奴なのか、正体が見えない分不気味だ。国家間の戦争は避けたいが、このままでは避けられない流れだと思っている。アンゲルスへの対応は慎重に進めなければならないが、喫緊の課題はユーラザニアへの交換施設だ。こちらの時間も迫っていた。ユーラザニアへの施設団の準備は問題ないか？申し訳ございません。
まだ揃っておりません。時期的に本腰を入れて対処しないと間に合わないぞ。必要なものをまとめてくれ。足りないものはすぐに集める。はい。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リムル様、ユーラザニアへの使節団の準備が整いました。待たせたな。皆の者、静まれ。リムル様のお言葉です。諸君、ぜひとも頑張ってきてくれたまえ。あ、終わりですか？やっぱダメか。あ、うん、じゃあもう少しだけ。いいか、お前ら、今回は相手と今後も付き合っていけるのかを見極めるという目的もある。我慢しながらじゃないと付き合えそうもないのなら、そんな関係はいらん。お前たちの後ろには俺や仲間たちがいる。恐れず自分たちの意思はきっちり伝えろ。友好関係を結ぶべき相手か否か、その目で確かめてきてほしい。頼んだぞ。はっ。リムル様、我が輩感動しました。任せたぞ、ベニマル。この目で魔王カリオンが信用に足る人物かどうか見極めてまいります。頼む。いいな、絶対に喧嘩売ったりするなよ。心配無用です。頼もしい。ペニマルも大人になったもんだ。リグルたちも頑張ってくれ。いいところはどんどん取り入れたいからな。はい、見聞を広めてまいります。よし、それではみんなで送り出すぞ。盛大にな。楽しんできてください。っせいってらっしゃい。頑張れ。お兄様、お気をつけて。無理しないでください。無事を祈る。この先は強力な魔物がたくさんいるので、つい最近警備隊の警戒区域に追加されたんですよ。ほう、そんなに強い魔物なのか。使節団は全員が戦闘員ではないので、多数に襲われたらまずいです。安全のため迂回しましょうか。迂回なんてしなくても、俺とリグルで先行して出くわした魔物を全部先に倒してしまえばいいんじゃないか。そうですね。そう言うとは思ってました。ベニマルさんとなら大丈夫ですね。行くぞ、リグル。はい。コク、コク、接敵を確認しました。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォー、黒煙山。これでホブゴブリンの力を見たか。上出来だな。接敵を確認しました。総攻撃を仕掛ける。警備ゴブリンズウォー、もう諦める。行くぜ。やってくる。ホブゴブリンの力を見たか。悪くはなかったんじゃないか。
動機。強敵を発見しました。せい、おごる。黒煙攻撃を仕掛ける。ゲットブリンズウォー。せい、おごる。黒煙戦。せっ、せっ。ホブゴブリンの力を見たか。悪くはなかったんじゃないか。思っていたよりは大変だったな。こっちは二人だし、魔物の数が多かった。そんなこと言って、魔物と戦うのを楽しんでましたよね。でもベニマルさんのおかげで切り抜けられました。さすがです。このレベルの敵なら、道中は俺たち二人で大丈夫だ。リグルも団長補佐のだけあって、頼りになる。え、そうですか？それは嬉しいですね。俺も頑張りますよ。ユーラザニアには戦闘好きな奴らが多いらしい。どんな国か楽しみだ。ベニマルさん、喧嘩に行くんじゃないんですから、戦いは控えてくださいよ。俺だって単流の行いがまずいのは理解しているさ。心配するな。第1回の使節団はこうして旅立って行ったのだった。互いの国がますます成長できることを願って。ベニマルやリグルのことは心配ないだろう。次はこちらの受け入れ準備だ。ユーラザニアの使節団を迎える施設や料理、接客、やることは多い。おもてなしって大事だよね。迎賓館は他国の関係者が泊まるところだから、立派な建物にしておきたい。建築資材が必要だな。集めてくるか。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。カイジ、素材を集めまくったが足りそうか？ああ、旦那、さすがにこんだけあればなんとかなりそうだ。ありがとうよ。これは温泉以来の大規模工事だ。腕が鳴るぜ。そうか、よかった。他国の客人の度肝を抜きたいんだ。よろしく頼むよ。おうよ、任せてくれ。ミルドやゲルドとも相談してすんごいの立ててやるよ。旦那、完成した迎賓館の感想は？素晴らしいな。いい出来だよ。ありがとう。ゲルド率いるハイオークやミルドたちも頑張ってくれたおかげよ。みんなもありがとな。これだけの建物は初めてですし、我らもやりがいがありました。うんうん、いいね。これで使節団はいつでも迎えられるな。リムル様、シオン殿より報告があるそうです。ユーラザニア使節団の受け入れの進捗か。わかった。ユーラザニア使節団の方が宿泊する迎賓館はミルド殿の指導のもと間に合いました。迎賓館の接客係ですが、ベスター殿が指導してくれています。礼儀作法はお手の物ってわけか。さすがは本物の貴族だ。料理人の方はどうだ？はい、そちらはシナ様が指導しています。皆物覚えもよく順調ですよ。それから武装国家ドアルゴン訪問の日程が決まりました。そうか、ついに決まったか。ドワルゴンでやるのはテンペストとの国交樹立の挨拶とカリブディスの時のミリムについての説明。こういう挨拶ってみんなの前でやるやつだよね。
リムル様、風が。この風はトレイニーさん。ごきげんよう、リムル様。どうしました？何かあったのですか？はい、ジュラの大森林にユーラザニアからの使節団が入りましたので、お知らせしようかと。おお、来たか。まもなくこのテンペストに到着すると思われます。知らせてくれてありがとう。このくらいお安い御用です。あ、それから使節団より先に彼らが到着しそうです。彼ら？はい、英雄の用務とその仲間たちには俺たちの代わりにオークロードを倒した英雄になってもらった。俺たちのような魔物がオークロードを倒したなんて知られたら警戒されるだけだからな。そして俺たちを友好的な魔物の集団だと各地に吹聴する役を頼んでいる。そんな彼らが帰ってきた。成果を聞きつつねぎらうとしよう。なんか忙しそうな時に来ちまったかな。すっかり立派な国になって。いや、いいよ。せっかくだし接客の練習相手になってやってくれ。接客？誰か来んの？ああ、もうじき魔王カリオンとこから使節団が来るんだよ。は？魔王カリオン？なんだってそんなことに。話せば長くなるが。というわけで国交樹立のチャンスってわけなんだよ。なるほど。にしても魔王か。おっかない使節団なんだろうな。どうだろうな。喧嘩するのが目的じゃないし。でも不測の事態に備えてベニマルさんを行かせたんだろ。向こうだって同じように考えているんじゃねえのかな。だとしても関係ないな。下手に手を出してチャンスを不意にしたくないし。まあ確かに。お前も死者相手に喧嘩売ったりすんなよ。おいおい旦那、俺も手下どももそこまでバカじゃねえですってな。あ、まったくだ。ならいいが。そういや白狼が会いたがっていたぞ。腕が鈍っていないか確かめたいってさ。師匠が？一気に酔いが覚めた。ヨウムが久しぶりに帰ってきて英雄活動の報告を聞いた。ゆっくり話をして改めてヨウムを英雄にしたのは正解だと思った。ヨウムの働きでこのテンペストの印象が徐々に良くなっていけばいい。地味に確実に。派手な動きは警戒されるからね。そういえば西の大滝に自分たちじゃ勝てないぐらい強い魔物がいたとヨウムが言っていた。ユーラザニア使節団受け入れの準備はもう俺なしで動いている。調査を兼ねて西の大滝へ魔物討伐に行くか。テンペストの西側にも警備を広げる計画だったのでちょうどいい。これでヨウムたちの進行ルートが少しでも平穏になればと思う。リムル様、ユーラザニアの使節団があと3時間ほどで着きます。来たか。お初にお目にかかります。ジュラテンペスト連邦国の名手リムルテンペスト殿。私は大高くのアルビス、魔王カリオン様の三重師の一人です。おお、まさか最高幹部のお出ましとは。するとこっちもか。ふん、テンペストの名手とはどのような魔物かと思って来てみれば、弱小なるスライムではないか。我々をバカにするにも程がある。控えなさいセフィア、あなたの振る舞いはカリオン様の顔に泥を塗るのと同じ。うるさいぞアルビス、俺に命令するな。そもそもドワーフはまだしも、矮小で小賢しく卑怯な人間どもとつるむなど魔物の風上にも置けぬわ。
随分な物言いだな。このヨウムは俺の友人で同じ師匠についた弟弟子でもあるんだが。それがどうした。なあヨウム、お前もバカにされたままじゃ悔しいだろ。え、俺が許すからちょっと実力を見せてやったらどうだ。おいおい旦那、平和的に行くんじゃなかったのかよ。こっちから手を出すつもりはなかったが、向こうが仕掛けてくるなら話は別だ。やるか人間。あ、いや俺は。頭、やっちゃってくださいよ。舐められたままじゃカッコつかないです。しょうがねえな。旦那、ちゃんと骨は拾ってくださいよ。ああ、任せろ。黙って聞いていれば、リムル様への暴言の数々。我慢に我慢を重ねていましたが、どうやらその必要はなかったようです。あなたの相手は私です。面白い。スライムの配下がどの程度のものか、この俺、白骨層のスフィアが確かめてくれるわ。まったく、しょうがありませんわね、スフィアは。グルーシス、あなたがあの人間の相手をなさい。え？いくら俺が獣王戦士なんで末席だからって、人間の相手なんて。まあいいか。遊んでやるよ、人間。高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。やっせここで決めます。弾頭鬼人、やっせせいふっやっいくぞ、やっくらえ、やっくらえ、ありましたね。くら、行くぞ。まだまだ。まだまだ。行くぞ。行くぞ。まだまだ。行くぜ。行くぞ。やるじゃないか。遅い。セラ、決めます。東方、これで終わりか。やっ。くらえ。行くぞ。くらえ。まだまだ。まだまだ。十分です。で、俺たちは合格なのか？ええ、堪能させていただきましたわ。え、で、旦那、これって…ああ、どうやら俺たちは試されていたらしいな。見たか、お前ら。彼らは強く度胸もある。我らが対等に付き合うにふさわしい相手だ。ジュラ・テンペスト連邦国の名手リムル・テンペストとその友人を軽んじることはカリオン様に対する不敬と思え。分かったな。はあ、スフィア様の言われる通りだ。獣人とこれだけやり合える人間なんざめったにない。嬉しいね。マルコー様ってよかったですね。シオン、お前も分かったな。シオン？あの、これどうしましょう。うわぁ、爆発寸前、消せないのか。無理です。と言いますか、もう気力が限界で。お
落ち着け。そっとだ、そーっとそれを上に向けるんだ。無理かも。まったく、しょうがねえな、シオンは。シオン、撃て。ですが。大丈夫、俺を信じろ。はい、行きます。はい、おしまい。なんと、さすがはカリオン様の認めしお方。あなたとあなたの国と縁ができたことに感謝を。こちらこそ、ようこそテンペストへ。その夜、できたばかりの迎賓館で歓迎の宴を催したのだが、えらく酒の受けがよく、用意した酒はほとんど飲まれてしまった。果物の収穫量から大量生産は難しいと内情を明かすと、果物を送るから酒をよこせと言われ、妥当な利益のラインが分からず専門家に任そうと、コボルトの商人の代表であるコビーに頼むことにした。案外取引なんて酒の席でまとまるものだしな。他国との交流、その始まりとしてはなかなか上々だ。自慢の酒類が獣人たちに好評でよかったが、まさか余裕を持って用意した酒が全て飲み干されてしまうとは。さすがに初日ですっからかん、在庫ゼロはよろしくない。酒になりそうな果実を集めておくか。